First prize winner in pair skating, Ekaterina Gorgieva and Sergey Grinkov. ペアの1位、ソビエトのゴルデーワ・グリンコフペアです。ラバーズドリーム。はい、この2人で一つの世界をこう演じてるという。そうですね、ペアのね、今までの選手ですと、本当になんかパワーでね、押し切ってやれリフトだね、やれスローインジャンプだというのだけでですね、乗り切っちゃう選手っていうのは結構いたんですけれども、まあ、見てますとアイスダンスのね、要素とかも積極的に取り入れたりなんかして、非常にいろんな分野を多岐にわたって勉強しているみたいですね。特に女性のエカテリーナさんが女性らしさといいましょうか、優雅さを出してきて、これまでのペアのコンビにはなかったような世界をだんだん出してきてますね。そうですね、ですからもうなんていうんですか、リフトとかね、そういうのを抜かすと本当になんかダンスの選手かと思うような、そんな美しさがありますよね。アンコールに応えます。ゴルデーはグリンコフの2人。おなじみのチャチャチャのメロディーです。
します。ソビエトのゴルデーワ・グリンコフ、最初は本当にダンスのステップで始まって、最後はあのリフトっていうんですか、振り回してましたね。そうですね、あのよくあの冗談であのエアプレインなんて言うんですけどね。あ、飛行機、ええ、あ、飛行機投げとかっていう子供の頃は遊んだことがありますが、ね、まあさすがにね、ああいうところは本当に、ええ、ペアならではですけどね。でもまあ試合で見れないものがこういうところでね、こうやって見れますんで面白いですね。いやーすごい、プレゼントがリンクに雨あられに降ってきてます。お客様が再度のアンコールです。NHK 杯は初めての参加でしたが、この2人これからペアの世界のトップを走っていくと思います。